イカレンです。はい、今回の動画なんですけど、シュプリーム FW24 ウィーク3のドロップリストと、個人的に気になってるパレス・ビビアン・ウェストウッドのコラボを多分チェックしてる方も多いと思います。シュプリーム好きな方でちょっとね気になってるので、どちらとも、はい、何が発売するのか見ていきたいと思います。はい、ではお待たせしました。とりあえずウィーク3の、はい、ドロップリスト見ていきましょう。今週ね、一番人気なのがなぜかボトルオープナーのキーチェー$18、めっちゃ安いじゃんこれが一番人気なの。まあまあ買いやすいからね。まあこれお店行ってあったら、まあ安いからついで購入っていう感じですかね。で次がなんかね、塩と胡椒のこうくるくるくるってやるやつのセットですね。セットで98、結構いい値段するんですけど、これね、あのシュプリームコラボじゃなかったらどれぐらいかなって見た時に、あ、もうこれ出てるんですよ。あのシュプリームのやつが7インチサイズなので、これですね、アマゾンで$67.19で出てます。まあブランドだから もともと高いんだろうね。なんかすごいな、すごいすごい、なんかこういう高くて限定品とかもあるのかな。まあシュプリームコラボだったらこの値段見たら、うん、ブランド代も入って、うん、納得のお値段かなっていう感じがします。ちょっとね高いからパスかな、うん、私はって感じです。はい、で次が久しぶりのペリカンケースです。これはね、昔出たやつよりもちっちゃいと思います。あのマイクロケースって書いてあるので、このペリカンケースもさ、これですよ、ちょっとストック X の方で見てるんですけど、結構前だよね、3、4年前、4年前かな、あ、 FW19 だもう5年前か3、4年前じゃなかったですあ、これね、私なんかニューヨークのドーバーで買った記憶がある。うん、これは赤と黒持ってるんですよ家に。私黒で B さんが赤かったのかな。これね、この時は大きかった。1060って書いてるもん。これは M50。だから全然ね、ちっちゃいと思う。なんかちょっと小物を、なんかピルとか入れる感じかな。うん、そこまでは大きくないって感じです。で、$58。え？待って待って待って、これ。でも、あ、ウォータープルーフ、ダストプルーフ、あ、そういうケースなんだ。でもさ、今この値段でしょ、$58でしょ。昔さ、あのこの大きいのでさ、$48だもん。え、ちょっとお得感がないなって思っちゃいました。すいませんで次がサテンアプリケのフーディ。これも2回ぐらい出てますよね。2回ぐらい、今回が3回目ですかね。で、このね、サテンのやつも、一番最初出たのが2022の FW の時は、これ覚えてます？すっごい数が少なくて、お値段が上がったっていうね、二次流通で。懐かしくない？これ、プレネで買った人も多いと思う。アメリカ結構少なかったんだよね。そう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 。で、まさ、これでしょ？今回この、あ、ピンクとかないんだ。今回グリーンとか、あー、ここら辺なんだ。まあ普通に無難に黒、グレー、意外とブルーとか人気出るんじゃないかなと思うんですけれども、うん。だからこれ毎年 FW 出てんだね。2022は23の FW。23の FW2 回目だったから、ちょっと、人気が落ち着いたのかな。あ、ピンクは最初出てなかったんだ。そっか、黒は毎回出るのか。あ、でも、あ、 FW23 の時は黒が黒黒なんだ。そういうことですね。で今回は黒が、あの最初一番目に出た黒白でちゃんとこのロゴが見えるっていう感じなんで、これ黒行く人多いんじゃない。まあシンプルなのか、何もついてないですねという感じです。これも多分セットアップになるからね。うん。あ、そうそう、セットでパンツも。みこちゃん、パンツ見ちゃう、先に。セットでパンツも来るということです。結構これ狙われる方多いんじゃないですか。で、次が、来ましたよ。白雪姫のショットのジャケットです。まあ、高い。
高すぎる。これを買ったら真のシュプリーマーだと思うんですけど、これはちょっと高すぎるね。まあ、ショットはね、ブランドだからいいと思うんですけど、前 B ちゃんが買ったショットの、あの、黒のやつだったかな、顔がついてる。あのジャケットはね、形的に安いやつだったんですけど、ショットもね、ピンキーなので、高いラインはとっても高いですよね。これは世界的にとても少ないと思うので、変えて手に入れたら、ほんとマジでラッキーだと思います。では次ですが、スエードのワークジャケットです。これ気になってる人、ぼちぼちいるんじゃない？ワークジャケット好きで、スエードで、なんか、大人だよね。うん。悪くないとは思う。普通にこのベージュとか可愛いしね、着たい、普通に。でも値段がね、500か。結構いいお値段しますね。で次がメッシュキャップのファイブパネル、シュプリームとここについてますね。で、5色展開。まあまあまあ、もう、寒くなってきちゃったんですけどね、まだメッシュキャップはまだかぶれるからギリギリ、いいんじゃない。で次が FTP ショートスリーブトップ、まあよくあるね、このロゴのタイプですね。まあ急いで買わなくてもいいんじゃないかなって思うぐらいかな、で次が今週ね、ナイキコラボが出るんですよ。そのスニーカーとセットでソックスが20ドル出る。安いね、ソックス20ドル、よくない？なんかすごいね、普通に無難に真っ黒もいいんだけど、全然色合い可愛い、悪くないですね。あ、光るんだ。光って20ドルはお買い得だと思います。最悪ね、スニーカーなくてもソックスだけ買ってっていうのもいいんじゃない。嬉しいよね。なんかキーチェーンとかもソックスもさ、そこまで高くなかったらさ、まあ手ぶらで買えるよりだったらちょっと買ってっていうことができるからね。で次がフーディーです。あ、すごいね、柄が自由の女神じゃん。すごい細かいね。ちょっと違うんだけどね。で次がオードイングリッシュ、個人的にオードイングリッシュ好きなのでいいなと思ったんだけど、腕に描いてるのはね、一時期流行ったじゃないですか。個人的に秋が来ちゃったっていうね。すいませんね、なんか否定的なコメントが多い、私今日。ごめんなさい。ちょっとウィーク3は個人的にあんまり刺さるアイテムが出てないな。で次がトラックジャケット。シンプルだな。あ、取り外しできるんですね。取り外しってか、多分この首のところにしまえるのか。あ、だったら悪くないと思います。悪くない。いくら ?178 ドル。悪くないですね。次がさっきのワークジャケットとセットのダブル2来ました。ダブル2ですよ。ダブル2ね、ほらやっぱり、え、ジャケットと同じ値段じゃん。セットで買ったら、え、1000ドルプラスタックス、いや高いよ。では次です。次はユーティリティジャケット、なんかジャケットが結構出るね今週。おお、あ、これもなんかちょっと変わってるタイプじゃん。フードが取れる？え、てかカラーが可愛い。レザーなんだ。いいね。悪くない。あ、さっきのさ、ワークジャケットより安いじゃん。半額じゃん。ほとんど半額じゃん。238。いいじゃん。こっちの方がお買い得でいいじゃないですか。で、次が、キャンプキャップ、リップストップの。あ、ピンク可愛いね。可愛い、可愛い。で次が B2 リブなしのサッとかぶる感じかな。あ、かわいい。これ私結構好きかも。このグリーンがね、かわいい。グリーンブラウンがかわいい。これ実際見てみたいですね。ちょっと今週行くかわかんないんだよね。 B さんに聞いてみようかなって感じです。そう、まだわからない。で次が、あ、これグリーンかわいいね。またグリーンなんだけど、あ、刺繍だ。え、あ、ベースボールジャージ、ニット、あ、ニット、あ、確かに、ちょっと素材が違うね。かわいい。後ろは、グリーンの後ろがちょっと見てみたい。実際これ見てみたい。嫌いではないです。で次にシャツ、あ、ラベルだ。なんかシャンパンとかついてるじゃん、そのワインとか、そのラベルがこうシュプリームってなった感じ。かわいいね。
着こなすのあれ、あ、さっきのフーディーとセットでパンツですね。で次が6パネルのキャップ、まあこれはこのタイプは定番ですね。で次がさっきのなんか首のところになんかしまえるタイプのジャケットのセットのパンツ、シャカシャカパンツですね。はい、では最後なんですけど、今週ね目玉だと思ったんですけど、最後なんだけど、これ人気ないのかな、ナイキのクロックポジットです。でこれ何と思って、私全然見た時がなかったんで、ナイキで見たらさ140ドルでまだこの白がこのサイズ残ってんだよね。そうそうなので、一応シュプリームの方では138ドルなんで2ドル安いです、ナイキのやつより。そうコラボの方が安いっていうね。で3色で黒、まあ、イエロー、赤、グリーンみたいなのが出るんだけど、うん、まあ無難に黒かなと思ったんですけど、多分なんだけどナイキマーティンローズコラボとかあったじゃないですか、ちょっとなんかヒールっぽい感じの、ああいうの好きな人はもしかしたらこういうの好きかもしれないですね。ちょっとね、あのなんかジョーダンコラボも来るんじゃないっていうリークもあったりするので、今回はこれパスかな。 B さんも欲しいとは言ってないので、あのオンラインの方でちょっと売れ行きを見て、うん、要検討という感じかな。うん、このイエロー結構可愛いと思ったんだよね。なんか見た感じ、ごめん、スリッパティっていうところが、まあサンダルっぽい感じですかね。履きやすいのかな、気になるんだけれども、はい、ちょっと発売するまで分かんないですね。という感じで、今週はこのようなラインナップで、まあ数は多くないかなという感じです。はい、お待たせしました。今週のパレスビビアンウェストウッドなんですけれども、リークされた時から私ちょっと気になってて、やっと来たっていう感じです。さっきシュプリームで結構おしゃべりしちゃったんで、あのささっと行きたいと思います。ビビアンといえばね、このロッキンホースですよ。わかります？私なんかゴソリとかロリータとか好きだったんですよね。でまあ基本的にゴソリを着てたんですけれど、昔ね、小学校5年生の時とかにそういうのにハマったのかな。で、なんかちょうどなんか、あの、アビレル・ラビーンとか流行って、そこから私マリリン・マンソンとか、スリップノットとか、そっち系に行ったんですけど、そういうのが好きだったんですよ。なんで、今回のコラボはマジでやばい。はい、もうシュプリームどころじゃない。すいません、本当に。で、このね、バッグもね、東京住んでる時買ったんですよ、この形のバッグを。あのリボンがついてる黒のレザーを買ったんだけど、もう手放しちゃってないんですよね。あのハートのライターとかさ、多分分かる人は分かると思う、懐かしいっていうのがね、ちょっとね見たらねジョージは来るんですよ。もうねチェックだよね、ビビアンといえばもう全てが可愛い今回のコラボということで、もちろんドーバーの方とかにも発売して、ビビアンの店舗もあのセレクトされたショップが販売だそうです。日本の方でも販売があると思うんですけれども、結構いいお値段すると思うんで、はい、次はねパレスコミュニティさんを使って、俺シュプリームコミュニティと一緒なんだけどね、ちょっとこっちであのアイテム一つ一つ見ていきましょう。まあ、多分みんな行くのはこの T シャツだよね。まあ一番リーズナブルで着れるしいいよね。で後ろがさ、もうザ・ビビアンっていうね、このビビアンのこの宇宙の地球儀というか、なんかそうこの形にこのパレス、もうシンプルで素晴らしい、もうこれでいいんですよ。うん、変にガチャガチャデザインがあったら欲しくなかったけど、これね欲しいけど絶対みんなこれ行くでしょ、安いしコラボ買えるしっていうことで、だからちょっと厳しいかも。フーディーも欲しいんだけどね、大きいサイズから売れると思う。でも私ね、パレスだったらあの全然ダボ目じゃなくてジャストでいいんで、 S とかでもいいから、 S でいいかも。ちょっととりあえずオンライン頑張りたいと思います。リングも可愛いけど、あ、 T シャツシワも出るんですね、いいね。で次がゴアテックスのジャケット、これね可愛いよね。あ、でも暑い、ごめんなさい、ごめんなさいです。もうニューヨークにいたら欲しかったな。で次がこのビーニーね、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。ちょっとここ気になるな、ここ境目が気になるな、ここの境目が綺麗になったやつ欲しいな、わがままなんですけどね、ここ気になる気になる。このまあでもかぶったら気にならないか、後ろの方行くから。これしかもリブなしでしょ、かわいすぎるよ。欲しい。で次が
ちょっとうちさ腕についてるの好きじゃないって言ったけど、これはあり。かわいいの。あ、後ろは無地なんですね。うん、でさっきのフーディーのオリーブ、オリーブもかわいい。ジャケットも、あ、こっちがカラーの方なんだ。かわいい、かわいいですね。で次がハーフパンツ。最近デニムっていうかこういうパンツ流行ってるもんね。これ人気なんじゃない。でデッキにベルト、デッキはパスかな。ベルトもかわいい。私もねビビアンのベルト持ってるんです。使いやすくて結構いい。あまり高すぎるとさ、あのベルトってなんかガシガシ使うのあれなんだけど、ビビアンぐらいの値段だったらまだ、うん、使える。あ、オーブンのだ。え、嘘でしょ。嘘。いや、かわいい。かわいいね。かわいいしか出てこない。ごめんなさい。かわいい本当に。これもなんかウシャンカって感じだよね。これウシャンカ。かわいい。私ねこれが欲しい。これが一番欲しいの。パックいくらなんだろう。これ絶対人気だよね。女の子でも欲しいし、多分メンズでもねこれ欲しいって人多いと思う。かわいい。しかもデニムでしょ。やばい、デニム好きなんで。あとこれか、あのさっきの大きいなんか人形持ってたよね、それのキーチェーンね。あ、デッキ2つはタイプあるんだって。なんかこれがセットアップになってるのか。わあ、かわいい。これ多分さ実物見たら本当に危ないね。めっちゃ危ないと思う。グリーンもかわいいじゃん。ピンクもあるしさ、ビーニーパープルとブルーマンの、まあ、黒買えなかったら全然いいよね、パープルとブルーでも。でこれがセットアップのジャケットね。めっちゃいい、うん、もうすごい褒めまくってるけど、もうパープでもいいもん。イヤリングも出るし、私結構グリーンが好きだからさ、あ、もうバッグもグリーンとか、あ、もう買えたら満足じゃないこれ。早くお値段が出てほしいな。切り切れでいいのかな。ウォレットも、かわいい。スタッツで、スタッツ人気だもんね最近。あ、これか、女の子着てたジャケット。なんかフリルとかついてるのはついてないんだね。これはちょっと違うな、私の好みじゃないけど。バッグピンクも可愛いね。モコモコ。あ、ベレー帽だ。なんかね土曜日にキス行ってベレー帽見たんですよ。でベレー帽、あ、そろそろ秋冬だから欲しいかなと思ってたら、可愛いね。ゴアテックスでチェックでベレー帽最高だね。これは可愛い。もうなんかもうやばい。これは本当に今までにない、もう拍手なコラボですね。しかも、あ、ベスト、これかわいいじゃん。シンプル欲しい。いくらなんだろう。いいね、こういうシンプルなやつがいい。しかもさ、スカートもこれ超ミニでかわいいじゃん。ちょっと試着したいけど、腹がね今あれ出てるから心配なんだけど、試着できるんだったら試着したいな。だいたいあの痩せた頃のサイズをあの想像してね決めようかなって感じ。こういうのは、うん、だからこれが欲しい、これも欲しい。キャップも可愛いしさ、 T シャツもちょっとこれ、わー、おっぱいだね、おっぱい、ちょっと派手だけど欲しい。全然これ、スカートなんだよ。今までさ、あのパレスって基本的にメンズのブランドじゃないですか。このレディースのアイテム出さないじゃん。ビビアンだから特別出したのかな。いいね、もう素晴らしい、素晴らしいです。これもね可愛いの。これセットアップさ、これ見た、このセットアップ見た、これ着たい。だからギャルっぽくない。ちょっと足の長さ合うか分かんないんですけれども、はい、このような感じで今回いいですね。これあのカップルで並んでもいいんじゃないですか。カップルで並びに行って、あの彼女さんね、奥さんに買ってあげてもいいんじゃないでしょうか。これはねいいね、楽しめますね。ということでここら辺で終わります。はい、皆さんいかがだったでしょうか。個人的にですね、今週はシュプリームよりも、すいません、パレスの方が欲しいです。は
はい、やはりビビアン・ウェストウッド昔好きだったし、あのバッグがね、昔持ってた形と本当にそのまま出るから、まあ、リボン付きではないんですけど、値段が合えば欲しいかなって思います。日本でビビアン買うと結構いい値段するんですけど、アメリカだとまだ、ちょっと高いかなっていうぐらいで、まだリーズナブルなんですよね。あと今回メンズのアイテムだけじゃなくて、レディースのスカートとかも出るじゃないですか。ゴアテックスのスカートですよ、まあ、高いと思うんですけど、ちょっと実際見てみたいっていうのもあるので、発売日はねちょっと予定がつかなくていけないんですけど、土曜日ちょっとまたパレスの店舗の方ら辺に行く用事があるので、そっちの方でチェックして、ビビアンの店舗もチュッと見たいんですけど、まあ並びがなかったら見ようかなっていう感じです。でもね、アメリカでもとっても人気な、はい、感じがとてもするので、残っててもレディース系のアイテムだけかなって思います。とりあえずオンラインの方頑張ってね、はい、もし買えたら動画にしていきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がいいともチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた、じゃあね、バーイ。